昨日あの焚き火してました、焚き火。一人ちょっと今家族帰ってて、一今一人なんで、うん、焚き火でもしたいなと思って、うん、え何え普通に焚き火って何なんで薪置いてなんか火を見たいなと思って、うん、だから薪置いてあの火つけて、まあちょっと料理してみたいな、そう焼きそばとイカとホタテとかを焼いて、めっちゃよかったです。あと、ホットサンド作って。ねえねえ、結構さ、もうぶっちゃけなトークでいい。はい。あの琉球さ、もう過去のチームだから、はい、まあ別にいいんだろうけど、まあまあまあ、俺がなんていうの聞きたいわけじゃ、はい、俺もは知ってるけど、基本的に、はい、なんかクビになる時ってさ、なんかサッカー選手、まあまあ一般社会から言ったら。ね、クビっていうのあんまりないからさ、まあね、どうやってクビになるのみたいな感じでよく聞かれるんだよ。そう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 。だから、はい、期限決められて紙渡されて、そこに要は来年の契約するかしないかを書いてあるだけだよっていう、はい、言うんだけど、はい、えっ、ね、それだけみたいな、はい、いやまあそうっすよ本当にじゃんだって、はい、そうだよね。だから、なんか、まあ、普通の人たちは、なんか、首とかあんまりないからさ、社員とかだから。そう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 。だから、そういうのすげえ聞かれて、え、琉球はどんな感じで、琉球は個人面談の日程が決められ、シーズン終わってから、その、何日か後に決められて、うん。まあうん、2日か3日ぐらいに分けられて、まあ、それぞれ時間言われて、うん、で、その事務所みたいなとこ行って、うん、社長と副社長、2人。うん。うん、社長と、社長と副社長。社長がスポーツダイレクター兼任みたいだったんで、うん、あ教科部長兼任みたいな感じだったんで、その2人で待ってて、うん、そこで紙渡されて、うん、これでって言われて、で俺琉球クビやと、うん、まあクビの可能性もゼロじゃないなとは思ってましたけど、相当低いって思ってたんですよ、うん、まあまあ貢献してます。まあその去年に関しては降格とか、その怪我とかもあって、試合も出れてない時期とかもあったんですけど、まあでもまあ、原稿あってもさすがに首はないかなって思ってたら、これでって言われて、ええって言いました。うん。うまっ。そう。え、髪が見えてなくて、この裏返しやって、ああ、そのまま開けるの。伏せてました。出てて、ああ、そう。で、なんか、来年はこれでって言って、紙こう、前に出されて、あーっつって、これ見たら、うん、あれっつって。嘘でしょって。俺、普通に、え、マジっすかって言っちゃったんですよ。マジっすかって言って、向こうの反応は。申し訳ないしか言えないみたいな。ああ、そうなんですね。って言って。で、そこからの会話はどんな一部始終話してるだけ言ってよ。そんな大した話しないですもん。そっから、こっちもなんかもう、そこから変わることないじゃないですか。俺が何言っても、今から契約がまた復活することないんで、ちょっと軽く愚痴っぽく、うん、俺ママ貢献したんだけどなって言って。うん
や、俺、いや、普通に、普通に言います。本当だよ、お前。はい。マジで。すげえじゃん、お前。でも、向こうは申し訳ないしか言う。はい、そうです。申し訳ないの一点張り？なんか、給料が高くてとか、そういうのは言われないんだね。いや。来年のコースから、いや、もうそういうのも言ってくれたらよかったんですけど、申し訳ない、申し訳ないしか言われないです。うん。でも別に、まあ、お前もそんな別に深く聞かず。大丈夫ですっつって、わかりましたっつって。もうじゃあ、それだったらすぐリリース出しますって言って、で、次の日はもう出したそうです。シーズン終わるの早かったんで、早く出した方が、他のチーム動きやすいかなと思って。だから、今回は、まあね、確かに。出したらちょっと自分低く見られるとか、ちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、出しとこうと思って、すぐ出して。何日にクビになったの？大体10月っすよ。10月の、はい。何日だろう？20何日とかっす。10月の終わりぐらいです。決まった。それで決まったのは？12月の18とか。ああ、その時に岡と一緒にインスタライブやろうって言ってた時ぐらいだったっけ？で、それって代理人としてでしょ？まあまあまあ、普通の人たちは分かんないと思うけど、はい、代理人として、そうっすね。電話来て、その、代理人から電話来るときってさ、はい、俺ももう忘れちゃったけど、オファーがあるんだけど、いや、なんか最初、金とか気になってるみたいな。何チームか気になってます、このチームとこのチームと喋っててみたいな、で、感触がいいのが、まあ、山口と、まあ、他何チームかあって、ここと交渉してますみたいな感じの報告はずっと受けてて、山口は最初からね、なんか、まあまあ、興味、強めに興味持ってくれてるみたいな感じだったんですけど。まあでもね、そっから長かったっすよ。2ヶ月ぐらい、2ヶ月決まらない時間があったんで、マジしんどかったっす。はい、まあ不安だよね、でもね。はい、そうだよね。ね、その時とかってさ、なんだろう、なんていうの、俺たちは慣れてるじゃん、選手は。慣れてるっていうかね、まあまあまあ当たり前っていう感覚だけどさ、いや結構しんどかったって、しんどそうでしたよ。そのやっぱ不安も不安だし、どうなるんだろうっていうのは、見せないようにはしてましたけど、でもまあそうなってるのは感じてましたね、不安になってるのは。はい、そうなんだっていうて、なんか絶対大丈夫だよとも言えないし、こっちも不安。まあそうだよな。はい。本当だよな。自分の力じゃどうにもできないしな。誘いがないと。キジさんはそういうありました？不安みたいな。いや余裕であったでしょ。全然あったよ。いくつぐらいの時一番きつかったですか？いや、1回目だね、1回目。そう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 。1回目のマリノスかな。の時に、なんか、言われてたことない。最初きついっすよね。で、まあまあまあ、2回目、3回目とかは別にもう、なんか、トライアウト行けばいいや。で、ダメだったらダメでいいやとか、まあまあまあ一生懸命やろうとか、そうなの、まあそんな感じだったかな。ダメだったらアルゼンチン行こっかなとか。ちょっと明るいな。そう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 
そういうふうになんか南米からスタートするのも面白いかなとか、はい、ヨーロッパ行った方がいいのかなとか、はい、あ、そうなの、そういうふうには思ってたけどね。高校卒業してプロになりたかったんで、うん、俺将来どうしようかなっていうのをちょっと考えてた。これもなんか嘘みたいな話なんですけど、南米でサッカーしてるような夢を見てめっちゃ楽しくて、朝起きてブラジル行こうと思って、うん、朝起きて親にすぐ言いました、俺ブラジル行くわ言って。いや、やばないっすか。